おはようございます。本日は令和5年4月の19日水曜日。今日はね、えー、午前中は天気が悪いみたいですがね、今のところはね、えー、曇りの状態で雨は降っておりませんが、はいえー、最近ね、日差しがね、えー、強くなったせいかね、草木の方がね、伸びるスピードがね、 すごく早いような気がしますね。もうそろそろね、ツ,ツジがね、見頃を迎えるんじゃないでしょうか。こちらはね、えー、茅島のね、駅前のロータリーのね、花壇のね、映像になっております。はい、えー、右側がね、茅島交番になってるところですね。はい。えー、こちらのね、えー、橋を渡るとね、えー、茅島神社がね、 もうすすぐ見えてままいりますはいこちらね川にはね大きなね鯉でしょうか船でしょうかねたくさんいるのがね見られますねあんまり寄るとね、えー、スマートフォン落としそうになるんでね気をつけなければなりませんがちょっとカメラではね確認できませんかね結構いっぱいいてるんですよ はい、茅島のね、駅の下の流れる、これはね、似合が川になるんかな、古川になるんかな、ちょっと分かりませんが、はい、ずっと行きますとね、えー、右手側にね、茅島神社があります。ちょうどね、えー、駅の下からね、えー、ご神木のね、えー、菓子の木がね、えー、クスの木がね、ずっと伸びてるのがね、見えてるかなと思います。 はい。いつもね、ご視聴いただき、ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。はい。こちらがね、茅島のね、えー、大楠の木ですね。駅のホームをね、貫いております。下にね、ご神木としてね、あります。樹齢はね、400年以上を超えてるんじゃないかなと思います。 はい、こちらは南水園のね、桜並木になります。もうね、朝らになってしまいましたらね。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。はい、ラーメン屋さんとかねえ、韓国料理のね、お店が並んでますね。まだね、朝が早いんで開いてませんがね。 はい、こちらね、立ち飲みはね朝からやってますねはいこちらね京阪のね茅島の駅の下にある駅そばねつうつうさんですね結構おいしいですよいなり寿司なんかねおいしいですよいつもご視聴いただきありがとうございますゴミは宝チャンネルでしたご視聴ありがとうございます感謝です